新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そしてご家族やご関係者の皆様にも心からお喜びを申し上げます。でさて、本日の式典が行われるここ三田キャンパス、このキャンパスは多くのキャンパスの中でも慶応義塾の関係者にとって特別な意味を持っています。でなぜなら1871年明治4年にこの三田の地に移転してから、慶応義塾は日本初の近代的な高等教育機関として大きく発展したからです。そしてまた、この慶応義塾の創立者である福沢諭吉はこのキャンパスの中に住み、そして学生と共に過ごし、さらにこの地で終焉を迎えました。また三田キャンパスには、皆さんこの式典の前にあるいはご覧になったか、この建物を出て右手に演説館という福沢諭吉の思想を象徴する建物が存在しています。明治7年に建てられた演説館は三田キャンパスの中で最古の建物であり、また日本で最初の演説館でもあります。日本が封建制から脱皮して近代化を目指す時期に、福沢は身分制を打破し平等な市民社会の実現を目指して慶応義塾を創立しました。その慶応義塾の教育目標は独立自尊の人材を育成するということにあります。独立自尊の人材とは、学問を修め、正業、職業を持ち、世の中の流行に惑わされず、主体的に自分の人生や世の中の進むべき方向を考える人材です。そして福沢諭吉は、民主制の基礎である言論の場として演説館を創設し、封建的な身分制の下で、公衆の前で自分の意見を述べる風習を持たなかった当時の人々に対して演説を奨励しました。英語のスピーチを演説と日本語に訳したのも福沢諭吉であると言われています。また、この式典の後にご覧いただきますと、演説館は外観は純日本的な様式、内部は欧米の公会堂の様式をとっています。封建制下の幕末の日本に誕生し、日本の近代化の中で発展してきた慶応義塾の歩みを象徴する建物です。ところで、福沢は日本の近代化には数理と独立が必要であると考え、実証的な学問という意味での実学を奨励しました。他人の言説を安易に信用せず、常識を疑い、真実を発見するという学問的作法は、まさに独立自尊の考え方に通じるものです。我々は誰でも日常生活の中で、これまでは常識とされてきたことが実は何の根拠もない習慣であったことを知って驚くという経験を持っています。東京オリンピックが話題になっていますが、かつては運動中には水を取るなと言われていました。現在では運動中水を飲んではいけないという習慣を守っているアスリートはもはやいないでしょう。皆さんはこれからそれぞれの学部研究科に分かれて、さまざまな学問分野を学びますが、実証的に真理を明らかにしていくという学問の作法において何ら違いはありません。私が皆さんに望むのは、慶応義塾での学びを通じて、世の中の流行や周囲の声に惑わされず、物事の本質を見極め、自ら判断し行動する、そうした独立自尊の精神を身につけてほしいということにつきます。また、留学生の皆さんには、日本の近代化と慶応義塾の関係、そして西洋風の近代化が進んでも、なお失われずに残っている
日本の文化について知ってほしいと願っています。そして慶応義塾の極めて自由な気風の中で、国籍や民族を問わず様々な人々と交流し、異文化を理解し、異文化の違いを学問に基礎を置く平和的な方法で克服する術を身につけていただきたいと願っています。福沢諭吉も、世の中にて最も大切なるものは人と人との交わり付き合いなり、これすなわち一つの学問なりという言葉を残しています。それでは慶応義塾における第一歩を踏み出した皆さんが楽しく実り多い学生生活を送られることをお祈りして、私の式辞といたします。